Bene ragazzi, io sono Gisius e oggi si riprende con Axel War vs World Art Online. Nell'ultima parte abbiamo visto come Persona Vabel ha portato a compimento il suo piano, eliminando Yui. Quello che possiamo fare adesso è continuare e cercare una soluzione. Se vi ricordate, a Shrider aveva detto a tutti di uscire fuori per vedere cosa stesse succedendo. E mi pare di capire che siamo in grossi guai se abbiamo davanti tre boss. Perché una tartaruga. Ok. Sono confuso perché non sono boss di Halo, almeno non sembrano boss di Halo. E hanno un non so che di pericoloso. あれは 私と同類のピーイング。しもべたちの言うレジェンド級エネミーです。レジェンド級って確か一番強いですよね。一番強いとかそういうレベルじゃない。倒すのはほぼ不可能。何をそれ？どうしてそんなのがエール王にやってくるのよ。なんとなく わかるよ。あれには僕たちは勝てない。ええ、その認識は正しいわ。あれはもともと倒せることを前提に設計された代物じゃないの。みんな手を出してはダメなのです。どうしてエネミーが3体も？もしかして。ええ、その通りです、しもべ。 ビーイングたちはこの世界で頻繁に発動されるしもべたちの力の波動を感じ、ここまで引き寄せられてきました。あの空の影を伝って私たちの世界からここまで飛んできたのです。真意をたどってきたっていうのか。このクソ大変な時によ。あの空の影までたどり着くには 空を飛ばなくちゃならないから、クローかレイカーさんがいないとバーストリンカーはこの世界には来られないって思ってましたけど。空を飛べるエネミーなら可能だったってこと？もう何よそれ。僕らの前にはもう絶望しかないのか。 これはまさか、ストレア。先輩、どうしたんですか。春雪くん、大丈夫だ。これはおそらく妖精たちよ、この声が聞こえますか。 あんた、未来の黄昏の魔女は小妖精を消去してしまったようですね。あなたたちにかける言葉もありません。ただ謝罪をさせてください。なあ、あんた、バベルはユイの抹殺を図ってるって言ってたよな。君は一体 何を知ってるんだ。その質問の全てを答えることはできません。未来は常に深くて、過去のものに余計な知識を与えることで歴史への過度な干渉となってしまうことを避けなければなりません。わかった。なら一つだけ教えてくれ。 君は何者だ。こうして助言をもらえるのはありがたいが、その正体を知らなければ俺たちはその言葉も信用できない。俺たちは未来から語りかけているという君を信じたいんだ。キリト君。
Asuna. 憔悴した声。 それも仕方ありませんね。 え? 久しぶりだね。 アスナ。 そして、キリト。 私 ストレアだよ。 ストレア? あなたは未来のストレアなの? お前が千年後から語りかけてくれていたのか? うん、そうだよ。 ああ、この喋り方するのは久しぶりだな。 千年も生きてるとね、喋り方も変わるんだ。 こういう風におしゃべりするのは、もうユイの前だけになっちゃったかな。 ユイが? ユイがそっちにいるのか? うん。ユイはまだ未来の世界で生きてる。 私が今一番伝えたかったのはそれだよ。 どういうことなんでしょう? 過去の世界で消えちゃったのに。 バーストリンカーの君たちには、こう説明した方がわかりやすいかな。 過去で起きた事象が、まだオーバーライドされてないんだよ。 オーバーライド? つまり歴史干渉が未来まで追いついていないってことね。 わかりやすく言うと、ユイさん消滅という先ほど起きた出来事の波が、まだ未来まで届いていないということなのです。 そこでキリト、お願いがあるの。 この未来の仮想世界に来て。 未来の仮想世界に? さすがにそれは無理なんじゃないかな。 未来って、春雪くんたちのいる未来じゃなくて、千年後のことなんだよね。 そうだよ、フィリア、レイン。 未来の世界にまだ存在しているユイからなら、過去のユイの存在をロールバックさせられる。 そして、 ユイのデータを復活させられたら、そのユイを連れ帰ることができるわ。 未来のユイから… ユイを復活させる? ユイちゃんが戻ってくるの? 待ってよ、でもどうやって未来に行くの? タイムマシンとかの話になっちゃうよ。 そうじゃねえんだろうぜ、きっと。 ストレアが言いてえのは、 あくまで仮想世界の時間流を移動してこいってことだろ? そうだよ。仮想世界同士で時間を遡ってきた私たちがいるのだから、きっと可能性はある。言ってしまえば、バベルだって千年遡ってきてるわけですからね。私のシトロンコールの力を逆にさせたりできないかな? 仮にできても、 千年の移動は、さすがに簡単じゃないと思うけど。 方法は… また接続に… 限界が… キリット… アスナ… ストレア! ありがとう! ありがとう! 千年後からでも、 こうして私たちを助けてくれて! 嬉しかったよ! ああ、ストレアの言葉だから、俺たちも信じる気になれたんだ。 を、倒して… 加速の… きっと… 未来へ導いて! え? じゃあ、待ってるよ!未来のものとの会話が終わったのか? あれ? あれれ? キリトにアスナ、それにみんなも… どうしたの? この前も思ったんですけど、どうして未来の人、いや、未来のストレアさんがこっちのストレアさんに乗り移るとき、先輩まで感応するというか、意識を失う感じになるんでしょう。 それはおそらく、二人のソウルが近しいためなのでしょう。ソウルの近い二人が集まることで、
未来からの干渉に耐えうる存在となり、あのように声を聞く器となり得るのです。つまり一人分の量子回路では受けきれない未来からの干渉を、類似する量子回路を持つ黒雪とストレアの二人が可能にしたってとこか。ストレアと私の魂が近い性格は全然違うのにね、アスナ。でもありがとう、二人のおかげで光明が、いえ光というにはまだ弱く小さなものだけど、私たちはまだ希望を捨てちゃダメだって分かったよ。はい、そうですね。未来に行ける方法、みんなで考えてみましょう。そうだな。キリトやアスナたちがこの世を去ってから、私たちはNPC の仲間たちと、みんなが夢見た仮想世界の構築に向け全力を注いでいました。彼らが残した思いを継ぎ、私たちは使命感に燃えていました。必死に戦いました。時には傷つき対立することもあったけれど、それでも世界は少しずつ好転している、そんな手応えのようなものも感じていたのです。ユイ、ナンバー35の仮想世界のモジュールがソーシャルカメラから伝わる AR 情報に最適化されないみたいなんだよね。ちょっと様子を見てくんない？あれ、ユイ？あ、ストレア、どうしました？何を見てたのパパとママとみんなで撮った写真です。ああ、そうだったんだ。なんだか懐かしいね。はい、そうですね。もう500年以上も前のことなのに、今でも昨日のことのように思い出せます私たちは忘れることなんてないから当たり前ですけどね。寂しいの？ユイ。寂しくないというのは嘘になりますけど、でも平気です。私にはストレアのような仲間がたくさんいるし、何よりパパとママの残した思いがここにあるのだから。うん、そうだよね。はい。さてストレア、何でしたっけ？ああ、ナンバー35のね。時々寂しくなることは確かにあったけれど、私たちはそれでも強くたくましく、そして手を取り合って仮想世界の未来を生きていました。未来に行く方法か。ねえキリト君、私ちょっと考えがあるの。ペルソナバベルは許せない。ユイちゃんを消滅させてこの世界にエネミーを送り込んで、私たちが楽しく遊ぶ VRMMO の中をめちゃくちゃにした。でも彼女がやることって基本的にゲームの枠から外れていないと思うの。ゲームの枠ですか？うん、だってそうでしょ。バベルの塔だってバベルが用意したのなら封印して解除できないようにすればいいのに、オーブっていう鍵となるものを用意していたし、そもそもこのスバルトエリアだって封印したままにしておけばよかったのに、そうしなかった。
由衣消滅を GM コンソールを使って行ったあたり、ゲームから外れたことができないのかもしれないな。うん、そう。きっと彼女はカーディナル以上のことができないんだよ。私たちを攻撃することすらできない。だから七王のコピーを作って召喚したり、負の真意技で負荷をかけたりしたんだと思う。だから今回の事態もそう。きっと解決策はこの世界のどこかにある。そう思うの。なるほど。漠然としちゃいるが、理屈は通ってるな。私にも一つ方針がある。バベルの塔に虚無という属性があったこと、ベルにシトロンコールという技があること、仮想世界内での時間移動が必要とされていること、おそらく解決するための秘策は私たちバーストリンカーが鍵を握っている。確かに私が知る限り、時間を行ったり来たりするなんてものは ALO では聞いたことありません。そうね。この異変にカーディナルが順応しているのなら、ブレインバースト側の特性を持ったアイテムや技が誕生してもおかしくはないわね。そう。そして今一番可能性があるのが、あのレジェンド級エネミー。奴らがこの世界に来たこと、何か意味がある。なあ、それは俺も思う。むしろこの事態をどうにかするためにカーディナルが呼びつけたくらいに考えてる。未来のストレイも気になることを言ってたしな。何かを倒せと。でもあいつら絶対に勝てるわけありませんよ。そこは春雪君に同意だな。正直クロムディザスターよりも格上の相手だ。そんなになのか。でも最終的にはあのエネミーと対峙しなくちゃならない。そんな気がするよ。そうだな。よし、今のアスネやパドの意見を参考にしながら一旦落ち着いて対策を考えよう。はい、何か見落としがあるかもしれませんしね。そうだな。8つ目のオーブも手に入ったことだし、どこか行ける場所が増えているのかもしれない。よし、じゃあバベルとの延長戦気合い入れていこうぜ。オーケー、ragazzi、tante cose complicate perché la metà era in inglese. Allora, cosa è successo? La persona del futuro ci ha contattato di nuovo. Sto traducendo per chi non l'avesse capito. E la persona del futuro si è rivelata essere Strea, che ci parla attraverso 1000 anni di distanza. Come fa a fare questo? Semplicemente non sono 1000 anni nella realtà, ma sono 1000 anni nella realtà virtuale. E questo comporta una grande differenza, evidentemente, per il gioco. Strea ci ha detto che fortunatamente Yui non se n'è andata del tutto. Perché? Perché i cambiamenti nel passato non hanno ancora raggiunto il futuro. Ciò vuol dire che il fatto che Yui sia stata cancellata nel passato non ha influenzato fortunatamente per adesso il futuro. Quindi il nostro piano è riuscire ad arrivare nel futuro per riportare indietro i dati di Yui. È una cosa assolutamente complicata, come si è chiesto anche Kirito, che sta facendo superiore, quindi sta studiando un po' di fisica, e ha detto: fermi un attimo, è una cosa impossibile, ha detto. Ed effettivamente gli do ragione anch'io. Per la fisica è per il momento impossibile, ma Strea ha specificato il fatto che non sono loro a dover andare nel futuro, ma devono semplicemente andare dalla realtà virtuale del passato alla realtà virtuale del futuro. E questo comporta una grande differenza. Bene. Dopodiché i nostri amici hanno capito, molto probabilmente, che questi tre esseri leggendari non sono apparsi a caso, ma Cardinal sta cercando in qualche modo di stabilire una storia, stabilire un collegamento, aiutare i nostri amici. Tutti i cambiamenti che abbiamo visto fino adesso non sono stati per volontà di persona Vabel, ok? Sono stati per volontà di Cardinal, che ha cercato in qualche modo di riadattare la storia in modo che i nostri amici potessero comunque in qualche modo impedire i cambiamenti che si stanno verificando. Quindi il fatto è che i nostri amici, per arrivare nel futuro, devono seguire i consigli della Strea del futuro, che sembrerebbe aver detto di sconfiggere questi esseri leggendari.
problema, come state vedendo dalla clip in questo istante, noi agli esseri leggendari facciamo zero. Damage ga mattaku toranai. Dakara itta. Taosu no wa hobo fukanou da to. Sou datta na. Taikou suru sube o mitsukenai to na. Non facciamo danno, cioè non è che sto sbagliando qualcosa, io sarò un personaggio particolare, no. Gli esseri leggendari sono così forti che non facciamo nessun danno a questi esseri leggendari. Quindi il fatto è il seguente, non possiamo vincere contro degli esseri leggendari, abbiamo bisogno di trovare qualcos'altro. Infine abbiamo visto la Yui del futuro e la Strea del futuro. Yui e Strea continuavano a perseverare un obiettivo, continuano a perseverare un obiettivo, e cioè quello di realizzare il mondo virtuale che Kirito e Asuna hanno sempre realizzato, hanno sempre desiderato. Il fatto è che stanno andando incontro a diverse difficoltà, e come abbiamo sentito, se non ricordo male perché ho riletto anch'io il dialogo adesso per spiegarlo a voi, ebbene, Yui e Strea sono già a circa 500 anni nel futuro dal momento della morte di Kirito e Asuna. Ed è un concetto che io non avevo mai pensato, cioè come può sentirsi Yui dopo 500 anni che non riesce più a vedere Kirito e Asuna? Cioè Yui è un'intelligenza artificiale che ha sempre vissuto insieme agli umani, ha sempre avuto un rapporto molto particolare con gli umani. Quindi come si può sentire dopo tutto questo enorme periodo di tempo? Yui sembra continuare ad andare avanti nonostante tutto perché vuole realizzare il sogno di Kirito e Asuna. E quindi questa cosa la spinge ad andare avanti, ma realmente come sta? Questa è la nostra grande domanda. E questa è la grande domanda che il gioco ci sta ponendo. Ed è molto interessante perché non avevo mai considerato questa prospettiva. Ragazzi, ho parlato abbastanza, direi che ho parlato a sufficienza, quindi direi che se il video vi è piaciuto potete lasciare un commento, mettere piace, iscrivetevi. In questo caso ve lo chiedo proprio io, se non avete capito qualcosa fatemelo sapere immediatamente, perché il fatto è che una parte purtroppo, come avete potuto intuire, è stata cancellata, ho dovuto tradurla dall'inglese, successivamente io riassumendo un po' di cose, quindi se ho evitato qualcosa, se ho saltato qualcosa, sarò molto felice di spiegarvelo, perché purtroppo è andata persa quella parte lì e non so cosa fare. Fortunatamente sono uno dei primi che sta facendo Axel War vs Sword Art Online in Italia, sono arrivato in un episodio in cui nessun altro è già arrivato, se no avrei probabilmente preso la clip di un'altra persona e l'avrei incollata lì. Invece essendo uno dei primi che sta facendo questa cosa qua, ovviamente mi sono dovuto arrangiare come ho potuto. Magari un giorno ricomincerò Sword Art Online, perché c'è un'altra modalità di gioco poi che non vi voglio spoilerare, e riparerò a questo errore tra virgolette. Ragazzi, se il video è piaciuto, quindi lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi, e noi ci vediamo in un prossimo video di Sword Art, Axel War vs Sword Art Online. Ah, se vi state chiedendo perché non è uscito il video ieri, perché ieri ho fatto la festa finale del Grest. Anzi no, sabato ho fatto la festa finale di conclusione del Grest, dove ho praticamente organizzato tutto io, insieme ovviamente a Roma, Rosso e altri miei amici. Dopo ci siamo fermati a dormire, quindi festa ale, non abbiamo dormito niente fino alle 8. E io ieri, dal mezzogiorno tipo alle 7, ho dormito. E ho dormito poi ancora dalle 9 fino a stamattina. Quindi questo spiega il perché del gap di ieri. Come al solito ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella ragazzi!